お願いします。もうなんか娘の言葉で終わってもいいぐらいな感じだったんですけれども、本当に今日は暑い中、こんなにたくさんの方々が私のために豊かにお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。今ね、娘も話してくれましたけれども、私が2011年の3月の大震災、そして原発事故が起きるまでは本当に私も普通の母親で、選挙には行ってましたけれども、世の中のことを本当に知らない一人のシングルマザーでした。でも原発事故が起きた時に、娘がテレビを見ていて、お母さん、私はお母さんの年まで生きられるのってこう聞いてきた時に、はあ、私たち大人はこんな子供たちに自分の未来や命のことを不安に思わせるような、そんな社会を作ってしまったのだということを、すごくもう頭にガーンってハンマーで殴られたぐらいの大きな衝撃を受けました。このままではダメだ、やっぱりおかしいことにはおかしいと声を上げて行動してこなければ、今のこの国では自分の子供の命も守れないのではないか、すごく反省しました。それから私はおかしいことはおかしいと声に上げて行動する人間になるんだと決めました。それは今まで何もしてこなかったことへの、自分への償い、社会への償いのような、そんな気持ちでした。それからいろんなたくさんの同じ思いの方々とつながって一緒に声を上げてきました。国会前に行くということは普通の市民にとっては本当に勇気のいることです。職場にバレたらどうしようとか、子供連れて行って危ないことはないんだろうかとか、だけど声を上げて行動せざるを得なかった勇気ある人々、その人一人一人とつながっていって、だんだんその声が大きくなって、そしてやっと今野党は共闘してください、みんなで力を合わせましょう、社会を変えましょう、そこまでやっとゆっくりですけれども、民主主義というものは少しずつ動き出したような気がしています。今日は本当に皆さん、私のことをもう褒めすぎですね。私いつも褒めて伸びるタイプなんですって言ってるんですけれども、ここまで褒めていただいてもう身に余ることばかりです。私は本当に大きなことはできません。三鷹では無名の本当に新人候補です。大変なチャレンジだと思いますけれども、私がいつも皆さんと一緒に行動していて大切にしてきたこと、それは相手を尊重すること、それから人を大切にしてつながっていくこと、私は本当に市民運動をしてきた代表なんかとは思っていません。ただ自分にできることをやってきただけなんです。このつながること、そして相手を大切にしていくこと、このことはやはり今の社会に一番足りないことなんじゃないかと、そういうふうにも今思っています。さまざまな人々が悲しい思いをしていたり、一人ぼっちで泣いていたり、辛い思いをしてもどうやって解決したらいいかわからない、そういう人たちをそのままにしておかない。私は電信座という劇団でいろんなことを教わりました。お芝居っていうのは上手にセリフを言うことが一番難しいって思うかもしれないんですけども、先輩方がいつもおっしゃっていたこと、それは相手のセリフをしっかり聞くことなんだよ。で、聞いた時にどう感じるか、見たものをどう感じるか、とにかく相手が何を伝えようとしているのかを受け止めることなんだよ、それが一番大事なんだよっていうことを先輩方に教えていただきました。私は味方の皆さんのお一人お一人声を上げたくても上げられないような
困っていてもどうしたらいいかわからないようなお一人お一人の皆さんの声をしっかりと受け止めて、一緒に泣いたり一緒に笑ったり一緒に喜んだりしながら、皆さんと少しでも安心してニコニコ笑って暮らせるような、そんな社会をここ三鷹から作りたいと思っています。市民運動これからも続けていきたいと思いますけれども、私は三鷹でできることを精一杯これからもやるのみです。どうぞ三鷹の皆さん、私にお力を与えてください。一緒に私のことこき使ってください。もう本当に素人、政治のことわからないので、もうこれやれって言われたらはいって言って、皆さんのために汗を流して走り回るのが仕事だと思っていますから、どんな小さいことでも私にお聞かせください。そして、大切な憲法を守り、皆さんと共に笑い合って楽しく安心して暮らせる社会のために、全国の皆さんと共にこれからもつながって声を上げ続けていきたいと思います。本当に今日は心温まる、もう何度も涙が出てしまって困ったんですけれども、地域の皆さん本当にありがとうございます。立て連の皆さんありがとうございます。私とそして新人の前田麻衣さん、そして大城美幸さん、栗原健二さん、4人が揃って三鷹の市議会へと行けますことを、そしてその後は7月には平良佳子さんが再び私たちの代表として国会に行っていただきますことを、本当に心から私も頑張りますので、皆さんどうぞお体気をつけて一緒に頑張ってまいりましょう。本日はありがとうございました。なんでギターを持ってるんですか？